グモンの偽物が出てくるなんて本当に嫌な罠だ。タクマ、大丈夫か？少し休憩する？いや、大丈夫。みんなを探そう。ねえ、タクマ？ん？何？僕はどんな時でもタクマと一緒だよ。だから安心してね。うん、ありがとう。から誰かの気配がする。あっちにはまだ霧が残ってる。でも大丈夫だ、行こう。なかなかいやらしい攻撃をするじゃないか。私の愛すべき子供たちは他の場所だとすぐ干からびて死んでしまうの。でも勝手知ったるこの水路の中ならいくらでも罠を張れるわ。そしてその結果は間違いなく出ている。じゃあそろそろ借り入れ時か。これだけの人間の子供がいればさぞ。いいえ、人間の味方をしている奴らの力は侮れないのよね。だからこうして心を責めているの。お分かりかしら？質のいい手下が居合わせなかったのが難点だったな。まったく不甲斐ない奴らだ。でもそのおかげで一人面白い子を見つけられたわ。面白い？どういうことだ？もうすぐわかるわ。
Thank you.
僕の番だね。僕の番だね。私だな。グラオラルム。オイラの番だね。
よし、私だな。グラオレルム。オイラの番だね。私だな。グラオレルム。オイラの番だね。よし、私だな。グラオレルム。オイラの番だね。当然だ。
急に抱きつかないでよ。びっくりするじゃん。だってものすごく心配したんだもの。また会えてよかった。うん、私もまたフローラモンに会えて嬉しい。葵。うん、私もラブラモンと再会できてすっごく嬉しい。うん、よかったな、タクマ。ああ、葵さん、さき、二人はここで休んでて、僕は他のみんなを探してくるよ。うん、正直助かる。もうクタクタ。ごめんなさい、私も。たくまくん、お願いね。任せて。さあ、行こう、アグモン。おう。なんだ、地震？いや、これは誰かが戦ってるんだ。戦い？さあ、味方がいるな。行ってみよう。戦いは終わったのか。ふん。タクマ、あいつは見たことのない獣だ。味方なのかな。あいつは誰だろう。あ、待ってくれ。本当に？あいつは気になるけど、今二人を優先しよう。二人とも怪我はない？うん、獣が守ってくれたから。獣？誰？レナモン。レナモン？さっき見たのと同じやつかな。そいつを前から知っているの？そうか。アグモンは見覚えない？ごめん、タクマ、僕にはわからないや。敵か味方かはわからないけど、僕たちを助けてくれた。ガルルモンみたいな感じだね。あいつは敵じゃないか。そうだけど。二人とも歩ける？うん、お姉ちゃんも怪我してないよ。じゃあすぐそこに葵さんとサキがいるから、君たちも一緒にいて、僕は他のみんなを探してくるよ。行こうか、アグモン。